釣ってみせましょう。テストテスト、ワンツー。いや大丈夫だわ。え？全然 OK。 あ、 OK、うん、はい、テストテストテスト、ワンツー。危ねえとこだった。危ねえとこだったよ。すぐ刺したぞ。そういうことだな。そういうことだよ、はい、なあ、人には言えない秘密がある、そういうことだから、ね、ちょっと分かってくれよ、大人なんだから、はい、次はですねSLJ セットだな、これは。これも結構やばいよ、ね、これね、ボリュームはすごいあると思う。あとほら、もうこれはね、ほら見せれない。あー、やばい、それやばい。あるし、あとね、あ、そうそう、この中でちょっとね、入れてるのはね、この中にあえて青物太陽の S を2つ入れてます。ロングとショート、無敵ぶり、で無敵ばり。そうそう、でやっぱ大体どのジグでも 180g 以上ぐらいかな、うん、はこれに変えても全然絡むこともないし、はい、でやっぱり青物がすごい多いとか、大きい根魚狙いたいとか、まああと糸自体がちょっと太い時とかっていうのは、本当これ変えてもらったらもうやり取りもすごいあるし、パワーファイトできますからね。できるよね、うん、まあちょっとね、マリブではね、針が大きいって怒られてね、タイがバレましたけどね、うん、そうそう、でもそれはちゃんとこれで70釣れました。そうだよね、はい、まあだからやっぱり状況に応じてこういった針に変えてもらうっていうのもいいかなっていうので入れております。まあタングステンだったり、まあやばいよ、タングステン何個入ってんの、結構やばいね、あるよね。でもやっぱ俺のおすすめはスリムかな。あとね、なんかあんまりね、去年からめっちゃ気に入ってるこの 45g とか、うん、なんか最近妙に使い出して、この軽いとか30とか、60でいいじゃんとか思ったんだけど、やっぱ45とかいいな。まあアッパーアンテナフラット、いろいろ入ってるね、スリムね、うん、やったでもスリムかな。まあという感じの、いろいろよりとりよりの、でもやっぱ一番強いのって125なんだよね、結局 SLJ の125おすすめです。はい、まあ、これが欲しいよという方はね、あの SLJ っていうね、響きに騙されないで、本当大物が釣れる釣りなんで、いいとは最低でも1号使って僕はやってほしいなと思ってます。コメント待ってます。